気ままにダラダラ、ショーチャンネル。はいどうも、たくみぼうしでございます。おいっす。さあ今回も和国のクラフトをやっていきたいと思います。さて今回は畑作り。まあ前回ね、もみじモッドに突入しまして、まあ作物が全く足りないというね、まあ状況なんで、今日は本当にでかい農場をね、まあ作っていこうと思います。で、とりあえずなんだけど、まあ現状報告として、まあ前回の最後にまたね集めはしたけども、まああれからね、また集めまして、現在こんな感じ。まあ他のも混じってるけどね。まあこの上段の種を植えて育てて、まあ今回作物をゲットするまで、ちょっと頑張ってみようと思います。で、ついでに、まあ、ここら辺の整備もそうだね。もういい加減、ここ使うってなってもね、まあ、もう農場しかないからな。で、向こうも整備しよう。あの、ハゲ山。ここ。ここどうにかしないとな。いや、まあ、偶然ここは作られたけど。誰がこんなハゲ山にしたんや、もう。てか待って。あの、前回最後に、あそこ植えたよな。あ、鳴ってる？これ鳴ってるくね？あ、鳴ってるよな。あ、これナスビか？あ、すげえ！ナスビ鳴ってる！はぁ、できてる！ちょっと感動。マイクラでナスビができるとは。え、これもうこのまま。叩いて回収してへんかな。大丈夫か。ちょっと叩いてみる。はい。お、回収できました。あ、しかも種もちゃんと出す。あー、一棟で2個。これはランダムかな。あ、けどやった、ナスできたよ。これいいな。やっぱ実際のものができるってやっぱ気分ちゃうな。へえ、すげえ。いいね、いいね。じゃあ、これ、畑作っていこうぜ。で、今回はね、畑を作るついでに、その畑に使えそうなもの、それをね、もうあらかじめ調べてきたんで、それも合わせて、作っていきたいと思いやす。まあ、もう、ここにね、素材はあるんだけどね。だけど、これ、もう夜か。じゃあ、一旦、ちょっと寝て、明日やるか。おはようございますと。さ、とりあえずやっていきますか。まずはどうしようかな。じゃあ作りたかったものから作っていこうか。で、それに必要なのが鉱石とモミジの原木か。で、とりあえずこのモミジの原木をクラフトして、こうか。で、これでもみじ木材のかけらに一旦する。で、これを真ん中に置いて、周りに、あ、違うわ。下に鉄インゴット。で、上に鉄インゴット。で、一番上にレッドストーンと、サイドにラピス。できた！スプリンクラー。そう、これがね、作りたかった。いや、みんなからもね、結構コメント来てたんだけど、これがね、結構便利らしくてね、まあ、早いこと作ってくださいっていう意見が、ほんと多かったんだけど、さあ、いよいよです。で、これがね、なんか、設置して、まあ、水を出すんだけど、勝手に耕してくれると。ほんまなんかね、ちょっと疑わしいんだけどな。まあどれぐらいの距離やってくれるのかまだわからんから、まあまずは実験なんだけど、
一応ね、水源は一マスはいるみたい。やっちまった？置いちまったけど、俺回収できるか？あ、よかった。回収できる。あっぶな、もう勘弁して。もうしょっぱなからやらかしたくないよ。で、この状態で、下に水を入れたから、その側面にスプリンクラーを設置。これで完成？本当に？こんな簡単でいいの？で、これで、右クリックまた押したら作動するのかな？はい。お！動いた！あ、すげえこれ！ほんまにスプリンクラーや！回ってる！いやけど、耕してなくね？耕されてないよね。え、どういうこと？待ってもダメやな。どういうこっちゃ？やっぱ耕すんは自分でやらんとダメか？もしかして水流っていうか、この水の距離、まあ通常やったら、まあ4マスぐらいまでしか水が届かんけど、それ以上届くっていうことなのかな。一応5マスぐらい。あ、でも届いてるね、水。もっといけるか？どうだ？さすがにこれはやりすぎ？あとこっちの水もあるからな。ちょっとこっち伸ばしてみよう。どうだ？あれ、でもなんかいけてるっぽくね。あ、いけてるわ。ここまでは来た。あ、でもこっちも普通にいけてない。あ、ここはダメ。え、じゃあ待てよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10マス。え、10マスいけんのこの一つで？え、ちょっと君有能すぎない？え、すげえ。マジで使えるやつやないか。これはもう萩山卒業やな。ごめんよ萩山。もう萩山がスキンヘッドなのは。でもすごいな、この一個で余裕じゃない。じゃあどうだろう、こんだけの広さやから、まあ 10×10 を、まあ複数置いてもいいし。あー、でも作物がな、結構な数あるからな。これは仕切り置いてやった方がええのかな。多分そっちの方が後々は混乱せずに済むかな。とりあえずこれでええかな。まあ奥もつなげたし、まあ土地的には十分かな。でも正味ここつなげたのは正解だったな。本当に広くなった。うん、いい感じ。よし、じゃあ次の段階行こうか。けど次の段階がちょっとな。あのね、整地中ね、実験してみたんだけど、思ったよりこのスプリンクラー、これのね、距離が届かないかもしんない。やっぱ平均して5マス5マスしか届いてないんよな。まあ今一番程度が低い鉄でやってるからな。一応そのグレードアップ的に金とダイヤもあるんだけど、コストがな。それが一番の問題なんだけど、ちょっと一回作ってみるか。まだ金なら間に合うかな。まずブロックを作って、ブロックを一番下で、サイドに金ごと
で、ラピスを置いてレッドソーンで真ん中にモミジ木材でサイドに鉄、さあこれでスプリンクラー金、これで範囲は広くなるらしいんだけど、どうなんだろうな。ちょっと一旦これを止めさせてもらってよいしょ、これでもう一回置けばよし、うん、ちゃんと気になったね。さあどうだ、これで今がコマスでしょ、6、7、8、9、10、届いてる、いまいちどう変わったのかわからんけど、まあこれでね、普通の土に戻ればわかりやすいけど、あ、ここは戻ったな。でもやっぱ結構まばらなんだよな。こっちは戻ってないんだけど、うん、向こうがダメだもんな。まあそれでも一マスは伸びてるのかな、わかんねえけど、けど安牌で行くんだったらやっぱ5マスで1マススプリンクラーで5マスかな。あ、やっぱ6マスやね。あー、じゃあ1つの区画に11マス、もうこれで行こう。多分金でやっても追いつかんな、あとが。じゃあそうしよう、感覚はこれぐらいで大丈夫かな。まああとであかんかったらまた山削ろう。うん、よし、じゃあ次は柵つけるか。で柵もね、なんかモッドで追加されたやつがあるんで、今回はねそれを使ってみたい。で木材、あ、もうあるわ。まずはもみじ木材のかけらを真ん中に置いて、でサイドに棒切れ、はい、で下に原木、はい、これか、あ、ホワイトフェンス EX どういうこと何が EX だと、何がすごいの、え、何これ、これ大丈夫信用してええの、ちゃんとフェンスとして使えんのか。とりあえず1個作ってみるけど、で、あとこの原木、多くの原木の代わりに白樺も入れると、こっちが普通のやつなんだ、ホワイトフェンス。あ、なんかまともに見える最初に作った方はなんか不安にしかないんやけど、なんか強化されたやつがこっちなんか、わからへんけど、一応この2種類がもみじモッドで追加されたフェンスと。でこれは普通に置いたらええのかな、は、違う、そうじゃないそういう、え、そうなんの、そう、あ、またや、え、これ向き、あ、よかった、普通にいける、あ、一瞬心配したわ、これで終わったらな、計画台無しやわ。でこれが普通のホワイトフェイスで、こっちが EX、 これどっちの方がいいんだろう、あ、でも EX の方が農場的にはいいかな。あ、木の質感いいなこれ、すげえ。やっぱあれやな、もみじもっとなんかこういうさ、まあ、建築系のやつもバカにできんな。あ、じゃあ今回はまあとりあえずこっちの EX の方を使わせてもらおうかな。うん、よし、じゃあ一旦これ量産しまして一気に置こうか。あのね、
まあ、計画としては、まあ、この土と土の間、まあ、ここにフェンスを敷くんだけど、今松明を入れるこの3つ、ここはね、あの田んぼの、まあ、言うたらあぜ道みたいに、まあ、通り道しようと思うんで、まあ、向こうまでつなげて、まあ、萩畑萩畑っていうのもおかしいけど、まあ、あそことくっつけようかなと思いやす。まあ、向こうをね、まだどうするかは考えてないんで、まあ、とりあえずこっちが全部終わってからやな。まあ、あとは設置するだけやから、早いわ。よし。じゃあもう、ちゃちゃとやってまおう。よーし、できたー。もう、これで満足。うん。まあ、いい感じには出来上がったかな。まあ、当初の計画とは、ちょっと違うけど。この柵がなー、端っこにしか設置ができないっていうのがなー。まあ、しょうがないんで、フェンスは変えたけど、まあ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 、いいでしょう。まあ、大事なのは作物育てることやからな。よし。まあ、とりあえず、7棟は完成したんで、まあ、これで植えよう。で、確か植えるのが7、8種類のはずやから、菜の花、で、大根、豆はいいか。とりあえず美味しい。で、うるち米。で、玉ねぎ。で、ナス。トマト。キャベツ。あずきの。こんなもんかな。うん。だけどこれ、普通の畑で植えられるのかな？なんか、鉢とかあったからな。それが今更不安なんだけど。これで失敗したら泣くぞ。頼むで。じゃあとりあえず、玉ねぎ、はい、お、大丈夫だね。あ、いけるいける。あー、よかったー。よし、まず玉ねぎはオッケー。じゃあ次は数少ないのがどれだ。あー、まだ小豆か。じゃあ小豆はここで、はい。あ、いける。あ、よかった。じゃあ、基本、植えるのは普通にいけるのかな？うん。よし。OK です。じゃあ、次は、お米。お米はいけるやろ？はい。あれ？いけない。植えられない。え？マジで？え、これダメなのか？あ、ていうかもう、これが米やから、ああ、もう植える必要はないのかな？なんかそんな気がする。ええー。まあ、こいつはちょっと後で調べよう。大根は？あ、大根はいける。ていうか、葉っぱすげえ。すんげえリアル。ええー。これ、個数は関係ないのかな？ 3 つとか4つとかあるけど。まあいいや、とりあえず植えとこう。で、次が菜の花か。よし、はい。あ、これもいける。あー、よかった。よしよし、どんどん植えよう。あー、いいね。よし、これで OK。 で、残るはナスとトマトとキャベツ。でもこれももういけるんじゃないか。ナスは植えれたしな。あ、いけるいける。え、こんなんなの。へえ。キャベツって実際なんか種は見たことないけど、こんな形なのかな。あー、で、次はトマト。あ、トマトの葉っぱだわ。じゃあどういう風に生えるんだろう。これも上に生えるんかな。ちょっと楽しみ。あ、もう生えてきた。早っ。成長意外と早いぞ。すごいすごいすごい。で、あとはナスね。
OK。よーし。じゃあ、とりあえずこれで今、現状で全部かな？あ、けど、マジで成長早いな。なんか、ウィキにも書いてあったよな。なんか、スプリンクラーを使ったら成長速度も速くなる的なことね。ほんまなんかな？あ、でももう成長してる。すごっ！あ、でかくなってるわ。へぇー、すごいすごいすごい。え、これほんま早すればよかった。え、これマジで便利じゃないの。あ、もうこれ下なってるぞ。すごーこれはすぐにできそうだよか。いいね。よし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 。じゃああとはこれは成長して埋め尽くすだけやな。うん。で、あと、まあ、飾りと、あの、向こうのハゲ山。これは、まあ、ちょっと裏作業で、まあ、整備はしとこうかな。うん。まあ、こっちはもみじボットの畑で、まあ、向こうは竹ボット系の畑にしようか。うん。よし。じゃあ、それで行こう。あー、でも楽しくなってきた。やっぱ畑いいわ。おもろい。